and three different types of coffee, a scone, some Earl Grey tea, and a hot milk. Thank you. We are very caffeinated now. Gochisousama. Arigatou gozaimashita. And we're also completely done with Pocket Cafe. That's nice. Did this game just call me a thirsty dude? Yagami no aniki datte. Irashite itadakemasu ka? Yeah, I mean, it is kind of goofy. Maybe I should prep before going in. Nah, I'm good. Ah, ojama suru yo. Deshitara kochira e. I am plenty prepped. Boy, that didn't look good. But as we mentioned before, making it look better would be expensive, so... Man, what a bro! あんたのことはなんて呼んだらいいんだ？桑名か？それとも北方先生？北方は社会的に抹殺された名前だよ。A name that was murdered by the society that we live in. By the way, did you remember that I vape? 北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや、ヤガミ。もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初からクアナに雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふり。Oh yeah, that's right. When we first met him. だとしたら、That whole bit. 随分手の込んだもてなしだったな。言わなかったか。ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。テッソーは雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ、兄弟。本当に Seems contrived, but all right. 全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい？ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって Sorry? 黒川学園の卒業生たちね。 I'm sorry I'm ruining your blackmail murder ring。 その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう。俺たちに秘密はないんだから。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ。Yeah, so they're working in together then. ますます分かんなくなったよ。Oh, you don't know, because we might know. そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ。心当たりぐらいはあるんじゃないのか。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ、名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか。まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。へえ、それは。It, well, who are the people going after Kiwana? It's public security on behalf of Vice Minister Reiko Kusumoto.
But this is the answer they want right now. We'll get to the other one. 神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報によると、沢先生殺害犯はあんただ。だから、RK には触れてくれるなと言ってるらしい。公安？沢先生ん家周辺の防犯映像からは、RK の姿が消されてた。それも公安の仕業だったかも。そうやって、バックに公安がついてるなら、RK が強気なのも腑に落ちる。いや、また。じゃあそもそも、公安が Excellent question. 理由は何だ？ We have a theory on that also.They're working with Reiko Kusumoto. 公安は多分厚生労働省の事務次官楠本玲子の意思で動いてる。何？クアナ、あんたは河合信也を教え子たちに拉致させたよな。5年前のカムロ町でだ。河合は楠本玲子の息子満君をいじめてた男だ。あんたにとって裁くべき標的だった。ただ、河合を始末する前、楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな。江原が言ってたよ。あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたら何だ？彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。いや。しかも。人望を集めて If you did, she probably wants you to be dead, so you can't actually talk about that happening. 殺人を事前に了承してたとなったら、どえらいスキャンダルになる。この先、あんたが警察に捕まったりでもしたら、そのことが明るみに出るかもしれない。だから、楠本玲子としてはそうなる前に、俺の口を塞ぎたいってことか？公安を使って。Yeah, that's basically the idea. ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから下請けとして RK にあんたを追わせた。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。なるほど。一応筋は通ってるか。So the question then is 残念だけどそうなるとおかしい。You didn't offer her the revenge killing thing. なんだよ。確かに5年前、俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。Okay. そして、お前の言う通り、マニア君たちを使って河合を拉致させてもいる。But その時から楠本さんは、俺がマニア君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。All right. だから、もしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば。まずマミヤ君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今もマミヤ君たちの元に公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。I guess that makes sense. なるほど。そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど。That's true, she wasn't vice minister at the time. So, what was she doing? Presumably, still in the ministry. Wait, what? Wait, what? Wait. Oh, fuck! 彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり。時間をかけてなるべく So this is just a thing. Everybody just wants to torture somebody to death. 彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。Did you actually personally kill anyone? 自分の手で可愛いのこと。Or did you just facilitate it for everyone else? Look at this murderer.浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。なんてこったい。Even the hired hitman is like, damn, that shit's heavy. マミヤ君たちも知らない。5年前のあの日、俺はマミヤ君たちに河合を拉致させた後は、すぐに彼らを帰らせた。
楠本さんが河合を殺した時一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう異次元の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。うん、そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かない。 I was kind of wondering about that too。 だったら公安は誰の指図で動いてる。お前の仮説はいい線いっていると思う。 RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は、俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば、彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を。You mentioned something about her cleaning up her predecessor's mess. そういう奴らにとって、maybe it's her predecessor? 弱みは何よりも価値があるよな。それを使って彼女を引きずり下ろそうと考える。いや、脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら、正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。 There isn't anybody that we currently know that fits that description though.That's why an RK in public security being enemy of Reiko Kusumoto was logical train of thought. なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない。おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反応する楠本さんに言いまかされて、逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてる。 That seems a bit much。 大臣は例えばの話だよ。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？おい、口の聞き方。黒幕は、so、I will stab you? もしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。で、いじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。楠本玲子も江原と同じ立場だ。うん、一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。 7. It's 7. 河合を入れて7人。7人？マジかよ。それを知った Again, the hitman is like, damn! 確信を持つ。 You kill a lot of people! 楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで2つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越葉殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。 Well, you know, the road to hell。 ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。 yeah. いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めればあとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔を It's working. He's getting upset.
怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。All right. ならどうしたらいい。警察に自首でもしろってか。出ないと彼女がなんで死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関山だろ。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと。 But she did a murder. 自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。I get it, but like, you can't just do vigilante shit. We live in a society. もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんは、もう誰だろうが殺すしかないんだよな。This guy in the background is just like, this is gonna be so lit. 罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。 All right, let's fight Kuwana again. 俺たちの邪魔すんじゃねえ。どっからでも来な。 Got good feelings about this music though.Yo, he's got styles too! He's Virgil! Like, he's got everything we've got. It's the best kind of boss fight. His styles even work the same way as mine.Just a whole bunch of tuna and egg. That's good. You know what? Fair play. Yo, I can't tech throws in this game, so like, that's kind of a problem for me. All right, couple more sandwiches, maybe. Nice onigiri. And some sushi. It's a good time for sushi.
also a good time for me being able to see what's happening on the screen. I should probably heal a little bit more. Or just, I guess I just am not allowed into the pause menu while I'm just standing there not doing anything else. Wow. Wow. Okay. Oh, sh- All right, we're gonna do this fight, and then I'm gonna show you something that I just remembered. That's a good combo. Good combo. He actually goes into a counter stance. I can, that's it right there. Was mashing the pause menu, but the inputs were buffered, so every time I actually brought it up, I took it back down. I don't want to continue on normal difficulty. This fight is actually fun. Stop trying to take it away from me. The music is also bumping. His ground bounce? Yo, Snake style is just hard superior. I keep trying to mess with the other ones, but like... Snake is just the only one that just gives you guaranteed free damage. Like, you just dodge the thing, and then they're just off balance. And you do whatever you want. Wow, he just whiffed. You gotta time it right. Otherwise, that happens, but...
Almost there. Time for boost powers. Hey guys. It was cool, right? Hey, that's a good fight, actually. Everyone's just totally cool with it. Yeah, this is another means of communication. It's the only way people in these games can actually know how to say things to each other. You good? You feel better? Man, that's a whole mood. まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。Yeah, whatever. These are plastic ass chairs. I got two out of my balcony. They cost like $20. You're gonna be fine. Yo, yo! Excuse me. Hey!What's up? Yeah, 食えよ、二人とも。It just casually. これ作ってくれてんの、うちの上の人なんだよ。You can't just casually drop Zhao like cooking up some stir fry. うん、やっぱうまいな。Like. 楠本玲子は。They're not even gonna give him voice lines. Probably because they didn't actually get the voice actor because he's expensive. But like, damn. Just dropping that in there. 本当に公安が動いてるとしたらだ。その情報を持ってきたのはお前だろう。刑事がそう言ってたって。警察の捜査に。どっからか圧力が he's just hanging out in the kitchen. RK が野放しなのにあんただけ手配されるのはどう考えても不思議。 So we got Zhao, but we were hanging out in the その相手が公安ってのwe were hanging out with the Gomi Jewel, and they couldn't even give us a glimpse. They just gave us like four random masked jobbers. They couldn't even give us a glimpse of Songhui.Like, it would have been nice to see her. But, sure, that's fine, I guess. I'll take Zhao. What does this take place in relation to Like a Dragon? I think, like, a year or two later. It's, because it is after the disbandment of the Tojo and Omi. So They reference the stuff that happens at the end of Like a Dragon, but I don't think it's a significant amount of time after. I think it's like a year or two later. Also, I was freaking out about Zhao. What did I miss? Reiko Kusumoto is being targeted by public security. Possible part of the police force in RK want to catch me as leverage. Only public security really is behind this. You got the info from a cop.Can't trust that shit. Someone's putting pressure on the investigation. The fact that you're enemy number one while RK roams free is absurd. All the cop told me is that public security is who we're up against. Okay. 公安つったら日本最強の情報機関だぜ。
Man, if I had a dollar for every time someone is like, oh man, if they're after you, there's no escape, and then you escape them. Like... I mean, you're right. I guess. What if you worked together with this murderer? Imagine what you could accomplish. なるほどね。敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいいわけか。わかった。俺はいいぜ。組むのは今だけだ。公安の方が片付いた。He is a good rival, though. あんたのやってきたことも見過ごす。And we know of exactly two specific murders that he has facilitated. And in both cases, while he was in fact certainly an accessory to murder, and, you know, set up the whole situation, all he did is put the person, the victim... and the person who wanted revenge on the victim in the same room and let them do what they do. So I imagine in classic RGG style, they're going to like half redeem him by being like, I never actually killed anyone. All I did is just let the parents have their own murders. I never actually did any of the murders. 好きはねえからな。Because, you know, then they can be like, oh, he was just trying to pursue justice. But he doesn't have blood on his hands directly somehow.公安くらいのもんだ。敵が誰かそこではっきりさせられる。そうだな。Okay, I guess. そうだな。で、おい！じゃあ、お前が楠本玲子に電話かけた途端、敵がどっと踏み込んでくるんだ。Well, I mean, not flooding in. 対抗でやんじゃないぞ。いや、その手は使えるよ。は？おい、兄弟、急に何言い出すんだ俺。ヤガミさん、勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの？カイトさん、気悪くしない？うん。Oh my God, someone. なんだこれ？ No, not that, not them. Someone please do this for me. I can't type today. あ、そりゃいい。やっぱお前、違いがわかる男だな、兄弟。クワナ、あんたが最後に楠本玲子と話したのはいつだ？5年前。That's the one, thank you. お互いにそれから連絡しないようにしてる。番号は知ってるんだな。昔と変わってなければ俺にも教えてくれ。Just looking back through in case I missed something important, but they're just talking about food. 相手が本当に公安なのか、罠を張って確かめるんだ。あんたからの電話が逆探知されて誰かが襲いに来るようなら、やっぱり相手は公安で決まりだよ。だからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話する。どうやって？俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだ。The burners. もちろん。あんたのいない場所で、なるべく人気のないところがいい。送り込まれてくる連中を覗き見できたら、ひとまず任務完了。We can just do that?
どういうこと？俺は分かった。まあそのうち杉浦君にも分かる。まずは敵を知るところからだ。足のつかないスマホはすぐつくもに用意してもらう。じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。俺も兄弟の顔立てなきゃなんないし。やっぱ長さんの料理はまずい取引もうまくしてくれる。乾杯。 Nobody clinked。Literally just casual Zhao cooking in the kitchen, just like, by the way. 足のつかない飛ばしのスマホ2台だよな。ちゃんとそう伝えたよ。さすが99か。仕事が早い。 All right, time to... Wow, this chapter is long. よし、行こう。おお、お二人ともご苦労様です。お待ちしておりましたぞ。飛ばしのスマホは準備してくれてる？もちろん用意してありますとも。僕を誰だと思っているのです？僕まだちょっとやろうとしていることが飲み込めてないんだけど、八神さんはこれでどうするつもりなの？ああ、まずこっちの1台のスマホで桑名に電話をかける。もう1台は楠本玲子にかけるんだ。Oh, then you just put the two you just put the two phones in the same location? 直接電話はつながってないけど、音声は中継されてるから話すことができる。ああ、なるほど。それで？もし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとして。このスマホの位置を逆探知してきたとしても、あいつはここにはいない。こっちは危険を犯さずに。They'll find where the phones are set up to relay to each other. なんとなくわかったかな。But neither of them will actually be there. もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。桑名さんを捕まえに来る連中がここへ来てしまいます。ああ、どこか人気のないところでやるよ。公安の手先が送り込まれてきても誰も困らない場所がいいんだけどな。それでいてちゃんと相手の姿を確認できるところ。ふん、それなら少し行ったところに建設中のビルがありますよ。もうこんな夜遅くに人はいませんから、誰も巻き込んだりしません。 What building would that be? 星稜高校に行く手前です。 Oh yeah, I have seen that crane before actually. よし、二人はここに。 Yeah, I know where that is. 行くのは俺一人で十分だ。いいの？ Yo, y'all remember Serio High School? I don't know if we spent enough time there. 僕はドローンを飛ばして、微力ながら八神氏を支援いたしましょう。桑名さんを捕まえに来る連中が来たら、その顔をバッチリ捉えます。頼んだ。What have I got for, what have I got for skill points around this time? A bunch, but not enough for a health upgrade. Yeah, they sure were. いらっしゃい
ませ。Hey! This is actually the same bar from that, that one opening area in, that one opening point in Like a Dragon, where they have the, they get the bodyguard job. Because the lady's having, she's having her, electricity stolen. And it turned out to be the Gomi Jewel, and we were like, what are they doing, mining Bitcoin? Anyway, give me, like, pasta sticks. And pickles! Sure. いただきます。 ごちそうさま。ありがとうございました。All right, cool. Missed. You know what? Well played. You can tell we're in the late stages of the game. Boy, that's a good one. You can tell we're in the later stages of the game, because, because every one of these random street thugs has a freaking weapon. That. I'm still on fire. I am continuing to lose health from being on fire. Like a Dragon more than any other game in the series. Like a Dragon is like the one game that made me the most often say like, oh yeah, that makes sense. That didn't, those words did not really come out of my mouth very often in most of the other games. Certainly not in this one. Okay, damn, I guess I don't get a bicycle. Or my personal favorite, completely brain dead, but totally thinks he's Galaxy Brain, which is that one dude from
That one dude from 4 that was trying to orchestrate everything from behind the scenes, but was just a complete and utter fuck up in every possible way. That was good times. いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。Well, I'm very drunk. This is me attempting to run in a straight line. Yeah, that was a good bit. And it's... It's just like... It's just Ichiban using regular-ass Yakuza logic. Where it's like... Yo, shaking down a homeless... Oh yeah, I forgot about this. Shaking down a homeless camp for 20 bucks each is some Chinpita-ass shit. Like, that's already some dumb bullshit you're up to. But then getting your ass beat because you tried to shake down a homeless camp? Is like hilariously worse. How do you not get this? これか。つくもが言ってた建設中のビル。All right. We have made it to the building construction site. こちらつくもです、八神氏。そちらの姿を確認しました。ああ。俺もこっから近づいてくる奴らを確認できそうだ。今から飛ばしの一つで桑名に電話をかける。了解です。桑名だ。準備いいか。これから楠本玲子に電話をかける。繋がったらあとはお好きに。あの人と話すのは5年ぶりだ。ああ、歓迎はされないだろうな。分かってる。やってくれ。Yeah, that was good too. The whole like pull yourself up by your bootstraps conversation was really? Isn't there gonna be like a lot of electrical interference if you do it that way? Okay. We have now officially seen the kid in his hospital bed. So we can now officially put away the theory that he never actually went into a coma and instead became Kazuki Soma, the leader of RK. Got it. Yeah, I mean, I know who it is.